参りました、サムライパスタ、いやーペケポン。その人が暗殺者を流行らせたんですだと思う。その人のエクストラバージンオイルの言い方がやばい、やばい。この少しオリエクストラバージンオリーブエクストラバージンオリーブもう一回お願いします。この少しオリエクストラバージンオリーブオリーブオリーブオリエクストラバージンオリーブオイルエクストラバージニアベイベッすげえ、ここぐらいまでおーそれがたらのエクストラバージニアベイベッよいしょ、ちょっと暗殺したパスタ超えましたよマジでうまい。あっちがイタリアならこっちをジャパン出してやるよ。確かにマジでいっちゃうまい。あらしてどうぞ香ばしい。なんか俺が大好きな明太ベビースターもんじゃの味。もんじゃ、うん、例えでランクめちゃめちゃ下げてるまあ大好きこれ。一気に下町感出た言うなら侍だよな、場所的にもマジでうまいじゃない。マジでうまい。マジで全員作ったよこれ。すげえ。侍の時代に生きてたらできます、うん、余裕っしょ余裕だった、うん、2本持ちたい。1本は何持つ自分だって言ったら鎖釜二刀流がいいよね。刀1本の方が強いかな。二刀流ってそれだけ力分散されるわけじゃない。ガード的なやつとこの手数的なことで言えば二刀流だろうけど、一撃必殺ドカーン。でもさ、そういうの別に漫画の話であってさ、やめよ争い今やってみる。1対2、うん、でも多分俺が負けた、うん、完全に負けたけど、最初のここでもこうなってるから、それがまず判定に入ってる。じゃあ体に触れたらもう切られたってことね。これ、わーとかじゃないし。